写真は、初回版モデルの p u m 0 0 1 p i c または PECE は、アクアプラスによって発売された PDA もしくは、携帯ゲーム機、ドリームキャスト用ビジュアルメモリやプレイステーション用、ポーコトションの PC 版といった存在で、ファームウェアやソフトウェアの転送を要するため、PC と USB ケーブルが別途必須である。PC とは USB で接続する。開発には GCC が付属し、 サンプルゲームとしてお出かけマルチなどが用意された。本体カラーは初回版はシルバーブラック。通常版はカラーバリエーションにクリアレッド、パールホワイト、クリアブルーの3種類が存在する。ハードウェア製品でありながらソフトウェアの流通を経由して市場に出ており、主にパソコンショップのソフトコーナーに置かれたアクアプラスの PC 作品がアダルトゲームを主力としており、 その販路を使用したことや市販ソフトで対応したものがアダルトゲームに多かったこともあり、アダルトゲームコーナーに陳列されることが少なくなかった。発売当初にはメーカー主催でソフトコンテストが行われたほか、内容紹介や解説とソフトを収録した書籍が出版されたりもしたが、前日の販路やハードウェアスペック、携帯性などから爆発的な人気とはならず、 静かに市場から姿を消した。市販アプリケーションは、単体でのリリースはなく、アクアプラス、並びにその配下のブランドから、リリースされた Windows 用ソフトウェアに対応ソフトが、含まれるほか、いくつかのアダルトゲームソフトハウスにより、対応ソフトが作られた。また、そのライセンスや公開された仕様により、ソフトウェア、ハードウェアともに、導入活動などに利用され、 工作の難易度は高いにもかかわらず、ハードウェアへのアプローチも積極的に行われた。USB デバイスとしての動作をプログラムによって定義できるため、純正のソフトウェアで、ジョイスティックとして動作するプログラムや、ユーザーの手によって、赤外線リモコンや、ナズ用、LCD モジュール、USB サウンドデバイスなどとして振る舞うプログラムも公開されている。アクアプラス開発これらのソフトウェアは、 公式サイトからのダウンロード、並びに製品に添付される形でリリースされた。リーフ、アクアプラスその他のソフトハウス一般ユーザーによるソフト開発が可能な携帯ゲームということで、ワンダーウィッチと比較されることが多い。ワンダーウィッチはハードウェアの直接操作を許さない方針だったのに、対し、当期はハードウェアの回路図までが公開されており、またソフトウェアの配布もロイヤリティ ライセンスフリーとした。そのため、ワンダーウィッチから乗り換えたユーザーもいた。また、ファームウェアを含むソフトウェアは著作権こそ保持したままで。あるが、改変、改造されたものも、必要事項が明記されているという前提で、活動機で運用される限りは自由とされている。本体プロセッサのパフォーマンスは、ワンダースワンよりも高く設計されている。しかし、 液晶はモノクロで解像度も解調も低く、サウンド面も含め専用の回路を持たない。そのため、すべての処理に対して、プロセッサが直接処理を行う必要があり、システム全体としてのパフォーマンスは低めとなると同時に消費電力が大きめになっている。また、電源として USB のバスパワーもしくは単三単電池1本を必要とする消費電力に対して、 乾電池の容量は極めて小さく、携帯時の稼働時間は他のゲーム機などよりも著しく短くなっていた。コントローラー、ボタンを含む塗装、実装には実用性よりも価格や小型であることを重視した部分が見られ、短期間の仕様であっても塗装の剥離、ボタンの故障なども少なくなかった。ハードウェアの仕様が公開されていることもあり、その大きさから、 細かな作業が必要とされるにもかかわらず、コアなユーザーの間では改造も広く行われている。中でもデバッグ用のパターンに端子を取り付ける、拡張端子増設は半ば標準とも呼べる、改造であり、積極的に利用されている。同パターンを利用した、マルチメディアカード、あるいは SD メモリーカードを読み書きできる手法も、考案され、読み出しに対応したカーネルもユーザーの手で、制作されている。 それに伴ってミネスドカードを本体に内蔵する改造も流行する。仕様を利用したオーバークロックやデバイスを休止させることによる消費電力の削減等もユーザーによって開発され、フラッシュメモリの張り替えによる増設サービスなどもユーザーレベルで行われていた。これら積極的なユーザーの成果が公式ファームウェアへ反映される現象もあった。ありがとうございます。